コロナの時に、ね、すぐそこでやったんだけど、この人権に対してこれでいいと思う？よちゃん、よくないですね。よくない、どうして？まずニアのやつは、一番ニアのやつはつかないでいいんで、ここには基本は愛だけど、多分こいつが つくようにしますね、しっかりと。はい、で、まあ、当然ここ狙ってくるんだったら、しっかりと対応していく。こいつもまあ連動して、そこはちょっとコースを見ながら、相手の場所を見ながら、まあちょっと絞るんだと、ちょっと絞って、すぐ次に行けるようにって準備はそう。ゼフィロスの時も、今日リーグ戦であったんだけど、まあ、ゼフィロスの時は、まあ、ゼフィロスがあったのは、今日はここで、中に行かれた選手に対してこいつが行かなくて、ここのシューターに行っちゃって中フリーっていうのがあったので、キックインの失点なんかはゼフィロスの場合は今日はこの同じようにこう行って、こいつがこう中に抜けた時に誰もついていかなくて通されて失点しました。それと一緒で、してんだから、そのベースの部分をあんまりこうやって崩したらいけない。で崩しちゃうと、要はつまりここで抜けられた時に誰がついていくのってなって、放られてフリーで打たれる可能性があるんで、特にこういう風な陣形取られたんだったら、ここの人はここじゃなくて、せめてここの人の後ろぐらいにいてほしい。だいたいこういるってことは、こいつが中に抜けてくるか、もしくはここでしかないんだから、ここまで引き出されちゃ、このスペースを使われる可能性が高くなるんで、それはやめてほしい。ある程度この壁の高さよりも少し後ろぐらい、いいスタートは陣取ってほしい。この後にもしブロックされてこう飛ばされるんだったら、そこでもうすぐ切り替えてプレスに行く、その辺の対応ができないと、ちょっとリーグ戦では使えない。でさっきのサインプレーで言ったら、ここにこういるってことは、ヨちゃんがこいつがつかなきゃいけないのよ。でこいつはできればここにいてほしい、このマーク でここにいるってことは、大体あるのが出してこう来てスループレーだから、なんでここにいるのかなっていうのを感じな察しないとダメ。それゼフィロスにも今日もう同じようにリーグ戦で言ったことなんだけど、だからセットプレーの時は何か不自然なポジショニングを取られたんだったら、なんでここにいるんだろうっていうのを考える癖をつけなきゃ。ただなんとなくなんかセットしてるだけだから、そうじゃなくて、ここに2人いるのはなんでだろう、じゃあなんかやってくるよなっていうのを考えて、先を読む癖をつけないと、いつまでたってもセットプレーでの失敗が出ないから、それはちょっと改善してほしい。他に何かある人いれば、ボードを使って、なんかない。まあやっぱり、何枚かやっぱり抜けろって言っても止まってる人がやっぱいるから、ね、そこは徹底して、もう抜けたらね、正直ね、抜ける場所なくても、ここにいるといたら、こいつが出てくると開くのね、こっちとか、まあ、こっちから入ってたりしたら、はい、大谷のこう。要は最初ね、こう、打ち込んでる時に、こう横パスして、でもこっち誰もいないし、俺開いてもらおうかなっていうよりは、もう出したら抜けるとこいつもついてくるから、もう高い位置が開くわけよね、やっぱ。そういう意味があったら、抜けて、もう一回、まあ、相手が全然来てなかったら、まあ、わざわざ抜けなくても、もう一回開いてもらってもいいけど、まあ、大体今日狭いコートで結構来てるから、しっかりと抜けて抜けて、どんどん動いていくっていうところをしていかないと。抜けよう。はい。じゃあ続きで。